ADMJTV 小林です。そしてはい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 矢垣です。よろしくお願いいたします。ちょっと出遅れました。失礼いたしました。はい、やってますけど大丈夫でしょうか。大丈夫です。58歳になりますが頑張ります。お願いします。ですね、まずこちらの品番から、お伝えいたしましょう。品番は 20SA01006 になります。サイズを先に伝えさせてください。色はこの後小林さんからお伝えしますからね。まずこのサイズなんですが、これで、ね、不動の人気の23センチボストンです。23センチで、この高さは15センチ、コンパクトで可愛いサイズ。そして、このマチの部分が7センチです。ハンドルの立ち上がりは 12.5 センチありまして、で、これにはちゃんとこの缶がついているので、ショルダーが付けられます。で、ショルダーを付けると、このショルダー自体が120から130センチに長さが変えられるタイプなので、斜め掛けはもちろん OK なんですが、さあ、気になる色見ていただきましょう。小林さん、どうぞ。そんな大げさな紹介されると困るんですけど。ちょっと楽しくしたいなと思って。色をご紹介させていただきます。はい、イタリアリモンタ社のパワーの素材にシュリンクレザー、安心安全な日本の原皮を使った、安心安全な材料でなめし染色をしたオイスターグレーのシュリンクレザー。そして内側は彼らのフューシャピンクとイエロー。なんか元気が出ますね。ね、内側オープンポケットが前後に2個ついております。元気出る、うん。そうなんですよ。令和に入ってお財布もなんかいろんなものが小さくなったんでね。はい、この23センチボストンが店頭でとても人気のあるサイズ感になってまいりました。はい、そしてストラップの方はもちろん、表側がオイスターグレーで裏がフューシャピンクになってます。はい、そしてこちらのネイビー、ベーシックな、なんかグレーとネイビーって本当にシックでかっこいい、かっこいいんですけれども、プリントはホワイトですね。そして内側がネイビーは金具はシルバー色になっています。はい、そして、ピンク系の裏地にオフホワイトの彼らを使っています。はい、いい、もういいですね。いい、やっぱりサイズ感たまらないし。うん、なんかちょっとしたあのお出かけの時になんかフォトジェニックなので、はい、すごく素敵にお持ちいただけると思いますが、うん、それ人気じゃないですか。それ、そうなんですよ、うん、アイボリーと、はい、なんかグレーとこう白系のね、はい、でアイボリーって言っても真っ白なホワイトではないので、うん、こうちょっと肌なじみが良くて、あの明度がそんなにあるわけではないので、はい、おしゃれ感たっぷりな素材です。はいはい、でもこちら実はこの玉出しのところが、玉出し、はいはい、このストラップのところを見ていただくと分かるんですけれども、うん、こちらにオイスターグレーを使っています。そしてこちらが桜の彼らにスカイブルーの裏地です。そうやって見るとこう柔らかい、すごい開くね、うん、口のところが。こちらそしてストラップはこれアイボリーではなくて、ごめんなさい、私オイスターグレーって言いましたけどトープです。ここの玉出しのところとストラップがトープになって、はい、桜の彼らを使っています。はい、この色の組み合わせ絶妙ですね、相変わらず。いやもう本当に、うん、一緒に生活してると大変なことがよくわかります。組み合わせが出てくるね。今急に話と、そうですね、なんか、はい、まあ私生活も仕事も一緒なんですけど、デザイナーの小林さんね、頭の中は、はい、そう、頭の中はこうなってるってことずっとしますね。ずっとする。悪口ではない、褒めて褒めて。いやすごいよあの人。そうなんですよ、はい、なので私たちのこう、私の凡人だとさっき、ごめんなさい、微妙にこの色違う、長木さん分かります？分かる分かる。そうなんです、オイスターグレーとこの玉出しとここはトープになってる、なのでストライプもごめんなさいトープです。はい、なんか私みたいな大雑把な人間は最初は全部オイスターグレーに見えてしまいましたが、よく見るとストラップと玉出しはトープ、うん、そしてハンドルとこの側面の部分はオイスターグレー、うん、なんか見えてる景色が違うんでしょうね。いやもうなんか頭の中がよくわからない。そうですね、普段言ってることもちょっとよくわからない。失礼します。でもそんなこう配色、ADMJ らしい配色がギュッと詰まった23センチボストン。はい、うん、そして、軽さと、はい、やっぱりなんかこう、体の一部、意外にシンプルな
あ、もう全身真っ黒とか全身白っていう時にこれ1個あれば勝手におしゃれになって、はい、うん、しかもスニーカーにね、私スニーカー工場委員会なんで、はいはい、いろんな工場委員会立ち上げてるね、はい、あと何だっけ、え、ナイロン工場委員会そうなんですよ、いろいろ。でも大人がやっぱりコーディネートを楽しむ時に、はい、ナイロンバッグとスニーカーって実は今大事なファクターなんですよ、うんうん、それに皆さん手を抜いてませんか、うん、っていうところが、うん、私の工場委員会のポリシーなので、うん、宮崎さんこれ何色がお好きですか？いや、あの実はこれ配信は順々に言って食いますよねということは、はい、まあ、今なんでこの2人はこんな風に1人ずつ出てきて喋ってるのっていうのも前の回を見ていただくとその事情分かっていただけると思うんですが、そういうことです。それであの色もね、最初は私これが一番パッと見自分の好みとしては好きなんですけれども、うん、さっき言われたのはこれを持った方がいいよと、ピンク系を持った方がいいって言われて、なんかそういうものなのかなって、うんうん、確かにあの普段私は、割とこういうあのベーシックなネイビーだったり、はい、グレーだったり黒だったりの服の色が多いので、こういうのだと気持ちは落ち着くんですけど、じゃあ全身のコーディネートバランスを考えたらこの辺の色持てと言われちゃった。そう、なんかもっともっと幸せな女になりそう、うんそこで崩れ落ちる今めっちゃ不幸みたいな違う違う、めっちゃ不幸だったらもっともっとって言わないぞ。あ、そっか、そうそうそう今よりももっとっていうモアです、モア。でもちょっと今最近ちょっとこうなんだよ、なんかちょっと響いちゃう、ちょっとピンクってちょっといやでもあのね、小物たちの、やっぱり力ってすごいなというのはここ最近すごく思います。で今週末やっぱり本当に家にずっとあの土日はいるようになるじゃないですか。もう本当ずっと年末かっていうくらい掃除してて本当ですね、なんかどんどん天気がいい土曜日とかあったら、うん、もうなんかもう家の中の汚いところが目立ち始めちゃって、なんで私こんなとこ磨いてんだろうとか思いながら家の中でマスクしながら掃除してますけど、そうするといろんなものの整理整頓が始まりました、うん、さあ、何が今自分の中に必要かなっていうのがすごく見えてきた頃なので、こういうなんかちょっと新しいものを取り入れてのなんか来る春のための準備してもいいかもしれません。これ、じゃあこれにします。今回の私の明るいところ。そうだ。そろそろ。あ、やめて。リコメントや。リコメントはやで。リコメントはやで。もう胃が痛くなるから。リコメントしよう。やだ。胃が痛くなるから嫌です。いや、え、小林さんだったら今このシリーズだとどれがいいんですか？はい。はい。もちろん私は白いスニーカー派なので、はい、こちら。ああ。そうね、一番ね、でもコーディネート難しいのはこちらだと思うんですよ。え、そうなの？はい、うん、でも白いスニーカーだったら、はい、これ何でも合うと思います、うん、いいね。でも意外にね、大人、私白いスニーカー派って言ってますけれども、はい、意外に大人が白いスニーカーまで行くのは勇気がいるのは知っていますなぜならつい黒だったりグレーだったりっていうスニーカーを、はい、私の母も履いているし、やっぱりかっこいい。あの全然違う話してもいいですか私が買ったカモフラージュのダウンを母にあげたら、はい、それをお寿司屋さんに着に来て行ったらすごい結構かっこよかったんですよ、うん、そしたらそんなの似合うの杉本彩香私旧姓佐世って言うんですけど佐世さんぐらいだねってうちの母がめっちゃ褒められて喜んでましたかっこよさそういつご出演をお伝えください、ね、私あのすごい私よりも背が高くて痩せてるんですよ。足高いですか？父方の体型になってしまったので、うん、そうなんです、あの東洋の魔女ぐらいバレーボールを9人制のバレーでやってたので、私より背が高くて細くて、あ、そうなんですね。私より飛べますよ多分。すごいね、お母様そうなのでなんかこう、うん、母世代の方たちもまだまだやっぱり黒いスニーカーとかグレーのスニーカーが安心だと思うので、うん、そういう方たちはね、スニーカーとこちら、うん、素敵だと思います。かっこいいと思います。でもやっぱり白いスニーカー派になれた暁にはこちらでおすすめしたいと思いますので、はい、私さっき重さ言うの忘れちゃいました。重さは300、ごめんなさい全然目が悪くて365、はい、ここ実はすごい暗いところでね、そうなんです、このすごい撮ってるのですごい私目が悪くて全然見えませんでしたけど、じっと見てると見えるものです、365、はい、
いろいろななんか環境を、はい、みんな笑ってますけど、そういう中で撮っておりますので、はい、今日はあの稲垣さんから最後の締めをいつも忘れちゃうのね。私、はい、ちょっとたまにはいいじゃないですか。2回目。2回目。お互い。はい。ADMJTV TV では TV って言っちゃった。TV ではチャンネル登録をお願いしております。今ちょうど、うん、700、まあ、中盤40。昨日私あの、実は、まあ、収録これオンエアするのが、まあ、お流しするのはいつか分からないです。ちょっと最近誕生日だったので、あの友達に言わないよ、おめでとう、おめでとうっていう風に言われた時にチャンネル登録してって同級生にお願いしたらパパパッと増えたので、え、何月何日なんですか。教えません、そんなこと絶対言わないんだよね、この人。私にも教えないから。それで、はい、なのであのお客様、チャンネル登録、小林久美子の誕生日プレゼントだと思って今月はしていただけるとありがたいと思います。それが一番嬉しいので、はい、そして誕生日プレゼントだと思ってグッドボタンもよろしくお願いいたします。はい、なんかそれでグッドボタン少なかったら悲しいです。自分が悪かったになっちゃう。見ないようにしよう。ぜひぜひチャンネル登録お願いいたします。はい、今日もそれではご視聴ありがとうございました。